はい、どうも、はじまきよしおです。くっそ腹立つな。なんか、ムアって人がね、顎の米で売名してから来たけど面白くないですね。さよならーっていうね。このポーズが面白いね。さよならーって、こうなってるっていうね。ムカつくな、こいつ。まあ、ムカつくんで、俺の動画の中で、俺が一番面白いと思う動画を今日決めます。俺の感性の中で一番面白い動画を探します。今からちょっとね、やりますよ。腹立つね、こいつ。死ね、マジで。 まあ、お前が思う面白いは何だって話だから。どれかな、俺が好きな動画。まあ大体サムネイルでわかんだけどね、人気の動画じゃないんだよな。最近だったらガチャガチャ騒がしいやつのモノマネ雑談かな。だから最新のにしとこうかな。若手にどんどん伸びてほしいから、新しい、まあ、自己紹介動画もいいんだけど、面白いやつ一応貼っとくか。まあ、ガチャガチャ騒がしいやつ雑談に変えときます。紹介動画変更あんまりやりたくないんだけどな、自己紹介動画だからさ。そうで、なんで自己紹介が面白くなきゃいけねえんだよ。びっくりしたな、今。腹立って。くそくそ。腹立って首が凝ってきた。腹が立つ。おら、腹が立つよ。おら、腹が立つよ。あれ、どこだっけ？あったあった。ガチャガチャ騒がしい。これは面白かった。これ俺はね、好きなんだよね。だから、これにしときます。これをつまんないってやつは全員ね、目が、五感のうちの味覚、聴覚、視覚が死んでます。あと、第六感も死んでます。この動画で面白くないって思わないやつだね。さすがにこれ面白いもん。ストレートに面白かった、俺は。26分前って。ちょい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 、今日金曜日だろ？ニートかって、お前は。俺と同じやないかい。まあ、顎って誰だろうって思ったら直木マンションだった。腹立つー。どうせ18分も見てねえくせに。なんかドン親子って人が普通に面白いわって言ってくれてる。痛い。なんか面白いのが、普通に面白いはネタが思いっきり右前須美優さんだっけ、あの人と被ってるっていうね。なんだそれっていう。ああ、この人も面白い。普通にコメントしてくれてるからね。残りの1430本の動画を見てから言ってくれと。1420本でしたね。 10本増えてるっていうね。これにマジレスしてきたら殺します。てか、自己紹介なんで面白くしなきゃいけねえんだよってことだよね。髪を切ったらちょっとね、またなんかその卵型になっちゃう。うぞうむざうぞうむぞうになりつつある。痛いな、痛いな。ということでね、ありがとうございました。まあでも最近またね、売名し始めた時の動画群たちが俺の中でむちゃくちゃ良くて、全員が全員見ちゃったから、ちょっとね、スランプ入っちゃったっていうね。いや、むちゃくちゃいい動画いっぱい撮れたんですよ。23本くらい。で、最近ね、もう動画撮ったんですけど、なんか微妙な動画ばっかですね。まあ、微妙でもあげますけど、全然。
まあ、そんな感じで痛い。顎の米で売名したから来たけど面白くないですね。さよなら。脇が臭いんか。脇、その、さよならって手挙げてる頃から出てる。脇、こう、せん、かよ。それと、脇が、こういうクソみたいなね、ひどいコメントするやつは俺はこうやってね、やるんでね。はい。あの、レッドメモリーさんのね、新しいチャンネル登録者さんはボトルペットさんですね。おーチャリー、おーラバーソール、おーチャリー、おーでででででででん、レッドメモリー。くそ、こいつなんでかコメント返さないんだよ。ムカつくな。ゴミが逃げやがった。26分前だからどうせまだ動画見てんのに、なんでコメント返さないんだろうな。設定してないのかな、腰抜けども。すごいな、よくよく考えたら。動画が、なんだろうな、一旦終わった人みたいなさ、動画が一旦終わった後のことを喋ってる人みたいなトークしてたの、今。腰抜けが、とか言って。でも腰抜けだもんな。あれ、ルールは、ウォーラバーソールオーチャリー、オーラバーソール。東京クズクズチャンネル、女性が嫌いな男性の髪型ご存知。おいおいおい、一旦止め。